遠征移送ドックは、アメリカ海軍が開発中の艦船。就航後には、海上輸送司令部所属の補助艦艇として、ユートンズの窃盗時を付され、海上事前集積船体に配属される。ESD は教習用陸任務の海上基地として利用される。2010年にジェネラルダイナミクスとその子会社である。 ナショナルスチールシップビルディング社が契約を獲得し2011年7月にネームシップのモントフォードポイントの建造が開始された2015年の就航が予定されているアメリカ海軍は6艦の取得を計画しているアメリカ軍が基地から離れた地点に大規模な教習揚陸作戦を行う際にウェルドックとルキャックを備える従来の教習揚陸艦では 艦の数と規模が限られ、小規模な作戦しか行えない。大規模な揚陸作戦は港湾を利用する必要があるが、多くの場合は外国の領土であり、政治的な問題が避けられない。そこで会場に、平坦基地を設けるシーベーシングの概念が提唱されるようになった。アメリカ海兵隊の装備を積み測応対性にある。 ロ,ロー船タイプの海上事前集積船体輸送艦から、ルキャックやヘリコプターなどへ、兵員や装備を移動させることができれば、従来の問題を解決できる。このために導入されるのが、MLP である。兵士や装備は、喫水の深い大型輸送艦から、海上の三橋として機能する、MLP を介して、直接揚陸作戦を行うルキャックやヘリコプターに、 乗り換え任務に向かうことになる。ジェネラルダイナミクスによる初期デザインでは6隻のルキャックを備え2隻のルキャックを同時に運用できるものだった。輸送艦から MLP への移動には折りたたみ式ランプを持つカーゴテック社のテストアーティークルビークルトランスファーシステムが予定されていた。この設計案の MLP は旅団規模の兵力を収容でき速力は二0ノットで 最大航行距離は9000回り、1隻あたりの建造費は15億ドルと見積もられていた。将来の予算削減が不可避となったため2009年に計画は縮小された。ジェネラルダイナミクスは、子会社のナショナルスチールシップビルディング社が建造しているアラスカ旧石油タンカーを元にした設計を提案した。フォーホ船でやるためるキャックの初着艦のために乾板。 高さを調節できる。広く低い中央甲板に、車両待機エリアとサイドポートランプ、防原材、ルキャックレーンを備える。コスト削減のために輸送艦との車両移動については、テストアーティクルビークル、トランスファーシステムの採用は中止されサイドポート、ランプに変更し、ヘリコプター運用能力も削除、さらに装備する、ルキャックも3隻に削減された。 最下重量トン数は6万メトリックトン以上になる。一隻あたりの建造費は5億ドルとなる。サンディエゴー機で試験を行うユートンズワトキンズとメガボルトマイティサーバント12005年にアメリカ海軍は MLP の概念実証試験の実行を認可した。重量物運搬船のマイティサーバント1を MLP に、ロー。 ローセンのワトソン級車両貨物輸送家ニュートンズ、ワトキンズを海上事前集積船体向けに、計画中の新型艦に見立てて、実験は行われた。ワシントン州、ピュージェット湾で、予備的な試験が行われた後2隻は、サンディエゴ沖に移動し、2がワトキンスからマイティサーバント1、さらにルキャックへ移された。マイティサーバント1の喫水は、ルキャックが、 海面上に発信できるよう調整された。2回目の試験は、バージニア州ノーフォーク沖で、ユートンズ・レッド・クラウドとマイティ・サーバント3を用いて2006年に行われた。2010年には、メキシコ湾において、マイティ・サーバント3と、ユートンズ・ソダーマンを用いて試験された。箱が、最大シーステート4の環境において、テストアーティクルビークル。 トランスファーシステムと輸送船のランプ両方を用いて、人員や、ハンビー、M1 エブラムスなどの装備を、輸送艦から MLP を経由し、ルキャックに移す作業が行われた。2010年8月に、ナスコは MLP の設計と、初号艦を建造する契約を獲得した。艦の建造は2011年7月に、サンディエゴのナスコ工場で開始された。 2015年に収益する予定。機関システムは、フランスのコンバチームが受注した。2号艦3号艦の建造もナスコが受注しており、発注は2013年及び2015年に予定されている。3号艦は2018年に収益する。2011年1月に建造が予定されている三隻の、艦名が公表された。 キャンプ・モント・フォード・ポイントは、ノースカロライナ州の海兵隊基地で1942年から1949年の間に2万人の黒人兵士を訓練した。ハリー・エストルーマン大統領はこれらの黒人兵士を高く評価し、軍隊における人種差別を1948年に公式に撤廃した。最近になって、これらの兵士全体に対して、 議会名誉黄金勲章が授与された。ジョン・グレンは海兵隊大佐、パイロット、宇宙飛行士で上院議員。ルイス・ビープラーは海兵隊中将で唯一の5度の海軍十字章受賞者。なおネームシップのモントフォードポイントは2013年に竣工しており、同年5月に軍事海上輸送司令部に配備された。モントフォードポイントは 2014年6月26日から8月1日にかけて実施されたリムパック2014に遠征用高速輸送艦ミリノケット、遠海域戦闘艦コロナドといった心臓艦と共に参加。リムパック演習の一環ながらカリフォルニア州沖の演習海域において海兵隊と共に訓練を実施した。ルイス・ B プラーは2020年4月、 駆逐艦、ポール・ハミルトン、複数の紹介艇などとともに、ペルシア湾の公海上に展開した。展開中にはイラン革命防衛隊の小型船舶と異常接近する状況もあり、一触即発の状態となった。ありがとうございます。